多分こういうツッコミ来そうだと思うんで最初に言っておくんですけど、私のお母さん外国人なんですけども、一緒に暮らしててなんか自分の母親が外国人ってこと忘れるぐらいお母さん日本人っぽいんで、特段お母さんなんで日本に来たのみたいなことを聞いたことがないんですよね。なので改めて今日聞いていこうかなと、どんな話聞けるのか楽しみです。ではこの後野菜を買ってお家に帰ってお母さんと話したいと思います。ヒュー、ママってこう見えても外国人じゃないですか。本当に外国人だよね。そうですね。今日ね、ママに5個質問したいことがあるんですよ。この美味しいすき焼きをですね、今日は食べながら、さっきお肉屋さんで買ってきたこのお肉をですね、食べながらママに質問したいと思います。もう出来上がってるものから食べていきますか。お腹すいたね。いただきます。うん、美味しそう。どうですか、ママのすき焼きの味が世界で一番美味しいと思う。青木家のすき焼きはもう世界に誇っていいと思うよ。本当に美味しい。ちゃんと野菜も取りますよ。そう、うん、いろんな美味しいもの食べてみます。じゃあ、うん、唐揚げも美味しいよ。違うよ、外食。ママのすき焼きが一番世界で一番美味しい。じゃあ1枚目お肉を食べながら質問1個目いきますよ。なぜママは日本に来たいと思ったんですか。いきます。やっぱり日本は憧れの国なんだ。そうなの、うん、ママのさ、いた国ってフィリピンじゃん。フィリピンの人たちは日本がどういう風に見えてんの。私のイメージは悪いかもしれないけど。お、際どい、いきなりあれだね、触れにくい話題を。でもそれがだんだんとこう変わってきて、うん、憧れるようになってきて、の中の一人はママ。そうなんだ、うん、最初じゃああれいいイメージなかったんだ。うん、多分戦争の話じゃない。だって私たちには知らないじゃん。そうだよね、ママの世代は違うもんね。ちょっと詳しいことは知らないけど。いただきます。結構大きいね。すごいいいお肉だよ。でも多分これ切れるよ。これはうまい。串味は何ですか。ドラメ。友達がさ、うちんちにそのすき焼き食べに来た時にさ、びっくりしなかった。え、砂糖入れんのみたいな。普通でしょ。その友達が世間知らずだけだったんで。普通のお砂糖とドラメと、あともう一つのなんかわかんないけど。はですね、2つ目の質問いきますよ。日本に来てびっくりしたこと。ちなみにさ、何歳の時に来たんだっけ。10代の時。10何歳。17。子供じゃん。え、よく来たね。この青木絶対もしママの立場だったら無理だわ。どうだったの、そのびっくりしたこと。やっぱりほら、ラーメンを食べる時の音を出す音と、ラーメンとか、ほら、麺類を食べる時に、ズルズルって食べるの。ここはちょっと驚いた。自分もそういう風に、だんだんと自然になってきて、今はもうそれしないと、普通に食べれない。結構大変じゃん、逆に。音を出さずに食べるっていうことは。あれなんだろうね、見栄っていうか、向こうはね、だったらマナー悪いって言われたくないから、もう音を一生懸命こう出さないようににしてたんだけど、もう今はどうかわかんないけどね、多分それも変わってきたと思う。人の話聞いてる？さっき聞き忘れたけどさ、17歳で日本に来たってことはさ、もう高校行ってないの。16歳で向こうでは高校終わってる。あ、終わってんだ。そうなの。しかも4年ね。日本はほら3年3年でしょ。中学校はないから向こう。小学生卒業して6年でしょ、うん、でプラス4、12歳プラス4で16歳で終わってるわけ。あ、そうなんだ。だから日本に来る前に大学1年だったんだけど、うん、親に内緒で大学行かないでサボって、うん、私に入ってたの、モデルの、ね、あー、どこまで聞いたっけ。カルチャーショックね。愛の共同作業。ママの国からしたらさ、うん、日本ってすごい、言っていいのかわかんないけど発達してんじゃん、うんうん、当時さ、日本に来た時に、うわ日本ってすげー都会とか思ったりしなかったの。もうほら、だってビルも結構当時、まあもう昔なんだけどさ、それでもほらビルがいっぱい建ってたじゃん。しかも飛行機降りる時に夜だったから来たのが、うん、夜景がすごい綺麗だったな。へー、そのあれが覚えてる。美味しいこれ。うん、もう3つ目の質問いきますよ、うん、日本に来て大変だったなと思ったことは何ですか。やっぱ言葉だね。あ、でもママってさ、日本語めちゃくちゃ上手くない。最初からじゃないじゃん。どうやって覚えたの。自然にね。自然に覚えられるもん。やっぱり人っていうのは、うん、覚えたいという気持ちが大事、うん、あ、なるほど。早く覚えたくて、もう自分でひらがなドリル、カタカナドリル、漢字ドリル買って、うん、自分で書いていながら。学校とか行かなかったの。日本で日本語学校みたいな。独学で覚えたんだ日本語。やっぱ興味があったの。うん、早く覚えたい、早くみんなと喋りたいって。ママおしゃべりするの好きじゃん。確かにね、うるさいぐらいね。だから早く覚えたくて、日本人の友達もいっぱいいたし、うん、一生懸命ママに合わせてたから、うん、なんか申し訳ないなって。
言葉以外になんか苦労したこととかありますか？文化を合わせなきゃいけないとかギャップを感じたとか。別にそこまでじゃない。あ、本当？何でもできるって感じじゃん。勝手なイメージなんだけどさ、フィリピンの人すごい陽気だと思うんだよ。でも日本人って結構さ、その人見知りするじゃん。この文化の違いって感じなかった最初？やっぱり最初はそうかもしれないけど、でもママはすぐに慣れるから、うん、なんか食べ物とかさ、うん、大丈夫だった最初来た時？ママは未だに生ものは食べれない。やっぱり好みで、だって同じ国の人結構食べれる人いっぱいいるし、そこは嫌いなだけな、うん、生魚っていう。なんで生魚嫌いなの？なんか受け付けられないの、戻しちゃう。美味しいんだよ、生が一番うまいんだよ。まあそう、みんなでと思うかもしれないけど、ママにとっては、うん、ていうか、だってママさ、あの焼肉だってさ、めちゃくちゃよく焼き食べるじゃん。そう、あんなママもダメ。こんなんで美味しいのって思うぐらいさ。美味しい、逆に。ほんと？みんなが、あの人生損してるって言うけれど、逆にママは早く殺したいのかみたいな。マジで？そうだな。だってママがさ、食べる時のさ、カルビとかさ、うん、黒焦げになる直前ぐらいじゃん。そんなに焼くのみたいな。香ばしくて。普通柔らかくて美味しいねみたいな感じやん。だってカルビは。美味しいよ、ママの食べ方。香ばしいってちょっと初めて聞いたんですけど、カルビに例えるあのワードではありませんよ。ちょっと勘弁してください。なるほどね。え、じゃあ食べれないものとか他になかった？日本で。最初これちょっときつかったんで、梅干しとか納豆とか。いや、梅干し大好き。納豆もまあまあ好き。じゃあ日本人じゃん。梅干し嫌いだからさ、粉大きい。はい、好きだよ、梅干し。粉大きいに。まあ、酸っぱい梅干しはちょっと苦手だけど、うん、ちょっとあの甘酸っぱいやつ。うんうん、まあ大好き。そうなんだ。日本食でじゃあ一番好きって何？まさに食べてください、うん。これが一番最初食べた時に、うん、もう本当に、こんな食べ物あるの？実はね、向こうは生卵食べない国なのね。新鮮かどうかわかんないじゃん。うん、確かに。え、どこで食べたの、そのすき焼きは？だからすごい高級なところで、最初のマネージャーが作ってもらって。あ、事務所の？うん、これなんだろうと思って。芸能人じゃん。で、こうやって食べるんだよって言って、で、生はやだって言って卵、うん、で、いいから食べてみなさいよって言われて、騙されてもらって、で、そしたら食べてた。美味しかったんだ、うん、いっぱい食べて。4つ目の質問、日本の嫌なところ。嫌なところ、うん、もうこれも単刀直入ズバッと。そしたら日本人の方も勉強になるじゃん。他国の人からそう見られてんだみたいな。なんかおもてなしって言うけど、うん、そこがやりすぎかなって思う。外国人の友達にもそう言われた、同じこと。なんか、え、これって本音なのみたいな。本音だけ、まあ、本音だと思うけど、でもプレッシャー逆にいたんだ、日本人。あ、そうなんだ。そこまでしなくてもいいんじゃないかなと。確かに日本ってさ、あのお客様は神様だみたいなさ、そうそうそう感じ。まあみんなそうではないけど、うん、こうなる人が結構いるんだよね。あ、もうお話しされすぎ。俺は神様だよみたいな。そこがもう逆にはって思っちゃうことがある。なるほど、うん、じゃあママは何、あの店員さんももう少しラフにやったらいいのにってこと？ラフまではいかなくてもいいけど、うん、フレンドリーでいいんじゃないの？それはあれか、店員さんじゃなくてもその普通の人間関係でもってことか、うん、確かにあれなんだよ、この青木の友達でそのシチュアーデスやってる子がいるの、うんうん、で、航空会社で働いてるわけじゃん、うん、なんかどの国の人から一番クレームもらうか知ってるって言われた時に、うん、え、どこだろうと思ったの、うん、そしたら日本らしい。日本が一番クレームを言ってくる人が多いんだって、日本のお客さんが、うん、やっぱりそうだよね。ダントツでこう、おもてなしをもどんどん慣れてるからね、やってるほど、うん、その逆にクレームがいっぱい、あ、求めちゃうから、また、うん、そうだよね。それより上のものをこう求めてくるから。びっくりしたのがさ、フィリピンですごいさ、でかいさ、ショッピングモールメガモールだっけ、うん、結構そう綺麗なところじゃでかくて、でもさ、そこの綺麗な格好をしてる店員さんがレジで商品をパッって取って、うんうん、まあそれは良くないけどね。え、でもそういう人分かってる。だから逆にママもそれを見て日本と比べちゃうわけ。だから多分日本がすごい丁寧すぎなんじゃない、すぎて、うん、もう普通でいいでしょって。ありがとうございます。じゃあ最後、うん、その反対、日本の好きなところ。安全。あー、確かに。だって一人でどこに行っても、うん、もうどうだって行けるんだよね。アメリカ人の友達から聞いたんだけど、アメリカってさ、高校終わったらみんなお母さんとかお父さんに車で迎えに来てもらうらしいの、送り迎え。ママの国はどうだった？いや、向こうもそうだよ。本当？大学が終わるのが結構遅くて、うん、で、結構遠いのね、1時間かけて学校、はいはいはい、うん、もう本当にお母さんがもうそこまで、ね、うん、迎えに来てるというか待ってくれてる、うん、時間を見て。そうなんだ、うん、迎えに来るんだ。そしてでもうちの子に何かあったかもって。
そんな感じでお母さんにですねいろいろ聞けたんで、今日はこの残りはですねカメラ切った後に食べましょう、はい、っていう感じでした。ありがとうございました。もうありがとう、はい、全部話せた。うん、そうだね。ほんと、はい、ということで、しかもなんかはい、久しぶりに映ったわけだから、なんか頭がちょっとぼーっとしてたかも。本当に違うよ、美味しいお肉食べたからぼーっとしてんじゃなくて、今回の動画が少しも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。